中国中央電子大本部ビルは、中華人民共和国北京市の東部の北京、商務中心区にある超高層ビル。中国中央電子大の本部として使用されている。高さは234メートル、51階だって。建設には50億人民元を超える金額が投じられた。2000年より、北京の複数の建物に分散していた中国。 中央電子台の管理部門、ニュース部門、送信部門、番組制作部門、その他福利構成部門などを全部一箇所に収める構想が建てられ、本部ビルと隣接する電子文化センター、他付属施設を北京市東部の浅区の新都心、北京 CBD の東三間中路の北京技車、工場跡地に建設することになった。 2001年3月には建設申請の準備が開始され、2001年5月に広電総局が国家発展計画委員会に正式に中国中央電子大本部ビル建設計画の申請報告を行った。2002年1月、国務院は本部ビル建設計画に原則同意し、2002年2月国家発展計画委員会は 本部ビル建設計画に認可を与えた。国際的な建築設計協議の結果、2002年12月に設計の契約を行ったのは建築家レム・コールハースが率いるオランダのロッテルダムに本拠を置く設計事務所 OMA であった。中国中央電子大本部ビルの模型 OMA 代表のレム・コールハースと OMA に所属するドイツ出身の若手。 建築家オーレ・シェーレンが本部ビルを呼び電子文化センタービルを設計したが特にオーレ・シェーレンがコンセプトデザインの作成や400人規模の設計チームの指揮を取った構造デザインにはセシル・バルモンドをはじめアラップ社が協力している本部ビルのデザインは得意で6つの辺が感情に連なるように組み合わされており中央には巨大な開口部がある 得意な形状と耐震性の確保の必要から建物の構造計算は非常に難関が多かったが構造設計の分野で実績のあるアラップ社が外壁の支柱の配置などの回を出している。北京市民からは本部ビルは大ズボンとあだ名されている。レムコールハースが著書コンテントの中で中国中央電子大震社屋は 本部が女性が四つんばいで女性器を突き出している格好、電子文化、センタービルが男性器と男女の性器をモチーフにしていたと打ち明け、中国人の怒りを買った。中国中央電子大本部ビル、中国建築工程総工師が本部ビルを中心とする A 工区を、北京城建て集団有限責任講師が電子文化センターを中心とする B 工区を受け持った。 起工式は2004年9月22日に行われ、地上に横たわる2つの辺と、そこから斜めに立ち上がる2つの辺の建設から始まった。工事は24時間3交代制で行われ、鉄骨工事や外装には5000人が、内装には1万人以上が従事した。上空で地面と水平に伸びる2つの辺は、2007年12月26日に接続され、 感情の構造が完成した。気温による鉱材の伸び縮みに関わらず二つの銅を上空で一つにしっかりと接続するため、二つの銅を構成する鉱材が同じ温度にまで冷えて収縮する一年で一番寒い季節の夜間に接続工事が行われた。本部ビルの外装は北京オリンピックの行われた2008年8月までに完成し、 中国中央電子大開局50周年である2008年10月には業務可能な状態になったが、この時点でもまだ内装工事は続いていた。本部ビルは2008年12月に竣工した。中国中央電子大本部ビルの周辺はメディアパークとして整備され、ホテルやスタジオなどが入居する付属構想ビル、一般市民が参加する催し物や、 野外撮影などが行われる、公開緑地が周囲に設けられる。このメディアパークは北京東部の新都心の中心に伸びる緑地軸の延長上にある。この新都心には300以上の超高層ビルが立ち並ぶ予定だが、中国中央電子大本部ビルはその川切りとなる。本部ビルに隣接する中央電子大電子文化、センタービルは159メートルの高層ビルで、 2009年5月に完成予定であった。このビルはブーツのような形状をしており、ブーツの足の部分には巨大な吹き抜けのある北京マンダリンオリエンタルホテルが、ブーツの足からつま先にかけての部分には大劇場があり、その他展示場やテレビ制作会社の事務所なども入ることになっていた。北京オリンピックでは外国メディアの放送センターとして共用されている。 しかし、内装工事中の2009年2月9日、現象節の夜に違法な花火打ち上げが行われたために全焼し、死者も出る被害が発生した。全焼したビルは、損傷が激しいが、構造などをそのまま再利用して、建設を再開する予定になっている。ありがとうございます。